自分がね、自分の生き方を変えるとき、ね、もう今の人生で No thank you っていうとき、 I've had enough This sucks、ね、これ辛いわ、もういいって、だからもう不安がありすぎてもう嫌だ、ね、辛いっていう、もう嫌だっていうときに、ね、You have to change your belief system in order to experience it a different way、right? 自分が何が本当だって思っているかっていうことを変えないといけない時期が必ず来ると思うんですよ。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. Yay! Hey, all right. 今日はね、めっちゃ人生変えたい人いる？ちょっとクリックして、はいはい、人生変えたくない人いる？もう多分ね、このビデオ見ない方がいいぜ。このビデオ見ると人生変わっちゃう、中華人生を変えれる技術が学べるように絶対なってくる。行っちゃう、行っちゃう、気をつけた方がいいよ、そういうの言うときね、ね、失礼かもしれないから気をつけます、すいません。 Alright, but I love you guys and I have some really 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 cool information that I want to share with you guys. So, how are you today? 元気? And I want to start with byThank you for tuning in to Chris's room. 本当にね、もう忙しい中、みんな疲れてると思うし、ね、このビデオを見てくれて、マジ、本当にありがとう。I am so happy and honored to be telling you, sharing this information to you. In Japan! 日本でこれができるってね、すごいことなんですよ。でですね、今日は自分の人生を変えていくときに、これ知ってると、マジ楽になるっていう話があるんですよね。で、この話はですね、ちょっとメタフィジカルなので、今の社会の中で流行ってる本、ね、スティーブン・コービーの本とかではまだ出てないんですよね。まだ出てない。なのでちょっと面白い情報になると思います。なのでやっていきましょう、はい、どういうことかと言いますと、自分がね、自分の生き方を変えるとき、ね、もう今の人生で No thank you っていうとき、 I've had enough This sucks、ね、これ辛いわ、もういいって、だからもう不安がありすぎてもう嫌だ、ね、辛いっていう、もう嫌だっていうときに、ね、You have to change your belief system in order to experience it a different way、right? 自分が何が本当だって思っているかっていうことを変えないといけない時期が必ず来ると思うんですよ。なぜかというと、ね、自分がこれが本当だって思ってると絶対それが本当だっていうふうに、自分この鏡みたいに出てくるんですよね。鏡みたいに出てくるんですよ。例えば自分には悪いことが起こるんだって本当に思ってたら、それが現実になるわけよ、ね、これ結構鍵なんですよ、okay? 自分にはいいことが起きてるんだっていうふうに見えるようになると、なんか辛いことが起こってもそこから、いやクリス、ネガティブなことはあったかもしれないけどポジティブなことも絶対入ってるぜっていう目線から見れるようになると、ポジティブなことが見えるようになるのね。で、絶対俺には悪いことしか起こんないんだって言ったら、その視線を止めちゃってるわけよ。いや、実はいいこともついてんだけど、違うよ、絶対悪いことなんだよ、なんでって、俺には絶対悪いことが起こるから、そういうもんなの、私は不幸なの、うわーってなってると、どんなにいいことが本当は起こってるように見えるかもしれないけど、あなたは悪いことしか見てないの、そんな甘い話ねえよ、そう思ってるからそう聞こえるのよ、悪い、それを選んでるのよ、あなたはね、こういうこと、私にはいいこと起こらないんだって、そう思ってるからその証拠が出てきてるわけよ、鏡なのよ。だからこの世を、自分の人生を変えたいんだったら、世界に笑顔を出すことがまず一番最初のステップなのね。自ら笑顔でスマイルしてあげることから始まるなの。だって自分さ、うーんっていう時にトイレに行って鏡があるじゃんね、洗面所に、でうーんって鏡の自分に見られて、なんであなた本当に不幸なの、私の人生不幸させるの、なんであなたスマイルしないのって自分の鏡見てるわけよね。どうやったらその鏡の自分は変える？笑顔になると変わるじゃんね。そのような感じで、鏡、
世界が鏡だから、もう笑顔で笑ってあげることが最初なのよ。そうするとね、いろんな出来事が実は自分を幸せにさせてくれるんじゃんっていう感じで見えてくるようになるはずなのね。で、ここのはずがみんな結構引っかかっちゃうことなんですよ。ね、どういうことかというと、belief system is something you can actually choose。自分が何が本当だって決めれる力があなたにはあるんですよ。ね、なので、簡単に説明すると、ね、ここにちょっと水入ってるの見えるかな？ね、これを見て、これしか、ちょっとしか水入ってないよ。あ、こんなに水入ってるね。って、決めることができるじゃん。ね。そのような感じで、ね。ちょっとしてる水は悪いこと。ちょっと水が入ってることはいいことって決めれるようになるわけよ。それは自分で選べることなのね。親がどんなに、ね、そう考えちゃダメだって言っても自分で決めることができるわけよ。上司がいやどんなにそんな甘いことやめろ、考え方やめろって言っても自分で自分が何を信じるかっていうことを選ぶことができるわけよ。ね。So this is really important. なので何かが怖いことが起こっているときに、この怖いことは自分にとって本当に怖いことだって決めるのはあなたしかできないわけよ。で、それを変えることもあなたには実はそのパワーがあるのね。で、この変え方が結構ちょっと難しいのよ。マジ難しいのよ。なぜかというと、変えるときにね、変えたんだけどまだリアルにそう見えないって、どう見てもこれはネガティブなことだなっていうふうに見える時があるのね。どういうことかというと、例えば一番わかりやすく説明すると、自分がハワイに旅行しに行ったとしましょう。ハワイに旅行する前にすっごい暗かったと。で、ハワイに行ってもう人生が変わるような体験をしました。ね、光がね、なんか太陽のサンライズを見て、うわーってなって、私は人生変えるって決める、私は幸せに生きるっていうのを選ぶ。で、ハワイの人たちがなんかローカルの人たちみんな幸せで、なんかサーフィンとかやって、自然とかやって、アロハとかやって、キャーとかなって、自分もなんかハワイのお店に行って黒い洋服をなんかもうやだってかなんとかやって、自分がなんか黄色の洋服とか青い洋服とか白い洋服とか、なんかカラフルな緑とかをね、ブレスレットとかつけて、なんかすっげーカラフルな感じでね、自分の洋服を変えて、スーツケースの中も結構いろんないい、あの、なんていうのかな、綺麗な洋服になりました。自分なんか幸せだって感じる。ね。で、戻るでしょ。日本の部屋に。その時は、まだ暗かった自分が約束して、作って、リアルの 3D の世界で残してるものがあるわけ。で、ここが注意なの。ここを自分の未来を選ぶ、自分がこれからどう生きるかっていうのを選べるところなのよ。ここが過去に戻ることか、過去の自分に戻ることか、今の自分でキープしながら生きることかっていうのよ。なので、暗かった、ハワイに行って明るくなった、日本に戻ってきたら部屋開けたらマジ暗、うわっ、ってここであなたはね、よし、じゃあこの暗いのもういらないから捨てよって言って、バーってやってカーテン変えて光を入れて、なんかちょっとセージとかやってね、なんかチーンとかやってすげえ良くして、植物入れてポカポカニコニコしてる部屋に変えることを選ぶのか、それかこの暗いことを見て、やっぱり私は変えることが、変わることができないんだっていう証拠にするのか。ね。これを選ぶことができるんですよ。で、普通の場合は選べないって思っちゃう。
選べないって、だってこれ証拠だもん。でそのままなんか昔の仕事戻って、で仕事戻ったらなんか怒られてね、なんか変な感じで上司から見られたり仲間から見られたりとかね。でもリアルな話、それは変わる前の自分の世界だったんだよ ね。ポイントは自分の世界が変わるとき時間がかかるのね。ある、ハワイ行って戻ってきて、うわやべってなったら、それを掃除して捨てて、なんか新しい植物買ったり新しい洋服入れたりする時間がかかるでしょ。 There is a time lag for this to manifest. There is a time lag for the reality around you to get used to the new you. 新しい自分がそこに馴染み始めるわけ。この 3D で馴染み始めるわけにはタイムラグがあるでしょう。だから好きなことを仕事にするとか、もっと幸せに生きていくとかやって自分を変えていくときに、親がお前そんなこと無理だよ、上司がそんなこと無理だよ、なんか恐怖があっていやそんなこと無理だよって思ったら、それは過去の時のからしがみついてる感情っていう可能性があることを理解しないといけないのよ。この過去の世界にはめっちゃ引力がついてるから、あなたを引き戻そうとするからね。だからこのメンタルを極端に細い針のピンみたいにキュンって戻ってきて、感情が動いてる時にピシッ、まだ始まるな、動くなって、運動会でスタートする時にね、たまにさ、ね、子供たちがね、運動せーの、レディーセットゴーって言ってゴーの時にバンって動くんだけど、レディーセットって言ってバンって動くじゃん。レディーセットの時にまだ感情が動き始めたの、だからまだって言うの、まだこれはニュートラルだよ、これが悪いのかポジティブなのかまだだよ。ポジティブで捉えられる、どういう感じ、もしポジティブの目線から見るんだったらどういうことになっているんだろう、これはどういう意味があるんだろう、何を学べるんだろう、この経験を通して。これを見抜く、見抜く、感じるということが非常に必要なステップになってくるの。必要、必要、必要っていうのを頭に入れといてください。ラグがある。何かの出来事が起こった時に怖えなって不安になった時は過去の感情かもしれないわけよ。ね、今は自分違うかもしれないわけよ。自分変えたって決まったら実は変わってんのね。新しい見方があるわけよ。新しい見方にフォーカスする必要があるっていうのが今日のメッセージです。なので今週も皆さん楽しく、なんか不安なね、変なことが起こったらね、何が必要なんだろう、何を学ばないといけないんだろう、感情が用意ドンって言う前に、わー怖いって、これ悪いことって動いてるかもしれない、ちょっと待って感情たち、ちょっと待って、悪いことじゃないかもよ、悪いことと思っちゃったって言ったら OKOK 思っちゃったけどちょっと止めようってね、よし何を学べるんだろうっていう感じで Shift your thinking, Shift your thinking and you will create a wonderful world around you and for the people important around you, filled with love、ね、本当に幸せ、愛が広がるような世界が待っていますので、それを見えるのはあなた次第っていう感じかな。Alright, 楽しかったね。 Thank you so much for checking out this video and let me know if you have any questions at LINE LINE のクリスで質問していただければいろんなことをお話しできます。 Alright, thank you so much and I love you and I'll see you in the next video.